お金貸してほしいんだ、父さん。うまいなぁ。米はなんてうまいなぁ。Thank you.
れるのか。うわーい、うわーい、うわーい、お客さんでーい。ちょっとごめん、あのね、ダメだ、勘弁見るよ忘れるかなと思ったけど、やっぱり忘れたね。暑いね暑いね。あのしかし、まあ、あのこんな時代だけどね、皆さんに来てくれて本当ありがとうございます。ジャニフェスの鳥を務めさせていただきます。本筋関係ないです。あの本筋関係ないってね、あの漢字で縦に書くとちょっとなんとなく筋肉少女隊に近いっていうのであのつけたんだけどね。あのまあ緊張好きのメンバーで集まってやっています。今日も初ライブになります。すごくなんかやっとできたっていう感じですね。もうこんな暑い空間、暑いとあれだよね、辛いもの食べたくない。多いな、多いんだ辛いものが食べたくないかと。どうなれば、どうなれば食べたいですよね。あれもういいよ、もうそんな人たちが、もうコール&レスポンスもあんまできないような人たちがいるような国はインドになってしまえばいいじゃないか。というわけでいきますよいきますよ、日本をインドに死んでしまえ。Yeah.
今年はジャズ開催できないかと思うぐらいね、ちょっと異常な事態になっちゃってね、僕も子供の頃から敬愛する大きなお笑い、大御所のお笑いグループの方もね、一人手に召されてしまって、もうちょっとようがちょっとにぎわってんじゃないかなっていうくらいなんですけどね。あ、その話の前にね、ジャズフェスっていうのはもともとだから聖者さんの誕生日、生誕祭を祝ってって。生誕祭だったんだ。生誕祭、この日っていうのはまったりそうなんですか。一番最初はそう、一番最初が6月22日私の誕生日だったんで、前に一緒にバンドやってたね、佐藤博士っていうね、背の高い巨人がいてね、ここだと多分ね、ここ突き破るぐらい、ここだとちょっと大変ですね。背の高いちゃんと巨人がいてね、彼がね企画してやってくれたんだけどね。そうなんです、そこからね、なんか毎年なんかやってって言われて、それが続いてると。まあね、ここまで去年とかね、十何日とかね、日が全然違ったから、もう誕生日とかどうでもいいよって言ったんだけど、ね、今年は本当できないかと思ったけど ね、やれてよかったです ね、 ね。でさっきのね、インドのカレーの曲にちょっとちなんで、バンドからささやかなプレゼントが。10倍聖者さん甘党だって聞いてるけど、おめでとう。辛いの好きよ。辛いの大丈夫ですか。金賞カレーじゃないとこがあるよ。とりあえずね、普通のとりあえずそれはちょっと安くね。終わったよ。ありがとうございます。あとね、袋持ってちょうだいね。ねっていう声やっててね、ブースかすれてるの忘れた。でまあ、そういうね、大変な事態でございますが、皆さん来ていただいてありがたいというのとともに、大御所お笑いの方の所属していたグループのメンバーの一人を題材にした歌を歌わせていただきたいと思います。
続いては換気タイム。換気タイムだね。休憩休憩です。軽く感じて10分ぐらいか、10分あるかないかしたら開催再開します。初等とはどう？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 換気は十分できたかな？換気の声。よし、できたということでね。じゃあ今始めましょうかね。そういう感じでね。そういう感じ。換気の声で、イエーイ。イエーイ。換気の声で怒られるわ。じゃあ皆さん聞いてください。カナ頭を良くしてあげよう。
暑いけどみんなちゃんとあのドレスコードを守って偉いね。ありがたいですね。ありがたいね。本当偉いよ。ちゃんとあのね、あのそこのバツ印守ってるか、本当に本当に守ってるか、バツ印。まあでもあのね、極力密は避けてあの言って、本当みんな偉いよね。偉いね。偉いね。こんな時にもうさ、あの開催させてくれるさ、リフレクトホールさん本当偉いよね。ありがたい。偉いよね。偉い。そう、そして、ラッシャー木村は偉い。ラッシャー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 。偉い。バケ上の偉い。あんたは何に戦った。あんたの家の事情は。どういう小林偉い。ってみるじゃん、もうダメだよね。誰それラッシャー木村みたいな。本当に若い人知らないよね。ラッシャー木村を偉いとか思ってるよ、じゃダメダメダメだよ、お前ダメ人間だ。こんなところに来てる人たちもダメ人間だけどね。まあ主催の私が一番ダメ人間だからしょうがないんで。さっき偉いとか言ってたじゃない。偉い、体が偉いの偉い。あの一応曲中にね、あのそれはあの訂正させていただいたからね。もうあの年寄りの集団だからね、体は偉い。まあこんなダメ人間たちがね、こんなところに揃っているのか、これをもう踊るしかないですよね。はい、行くよ、踊るよ、踊るよ、踊るダメ人間。Oh,
レクチャーはするって毎回ね、アラさんに言われてね、毎回忘れるんですね。うん、まあでもみんな分かってるだろうから。そこの2人は確実に言うんで、ね、分かってくれてましたけど。さあそんなこんなで、ね、次は最後の曲となりました。見せよお前ら。えーとか言ってんじゃねえよ。えーとか言うんじゃないの。えーじゃなくて。あの曲が終わった後に何か言うでしょ、そういう時は。ね、アルコール消毒しろよ。いやまあなんかそんなこんなでね、もう本当みんな、こんな大変な時期に来ていただいて本当みんないい人だと思います。結構いい人だと思います。結構いい人だと思いますよ。結構いい人だったから恋してあげてもよかったけどね。シャカが丘の上で一人座って街を見下ろす。その横で人が茂りアンテナ振りが娘が頼む仕事のために上品な組み立て。もっといい恋してあげてもよかったよかった。もっといい誰だから嫌ってもよかった。I'm gonna go to the hospital.
特殊な DVD が入ってる。あ、そういうやつ、そういうやつね。これ多分好きだって言ってた。やったー。あー、もう嬉しいわ、もう辛さ20倍。さっきなんか辛さにこだわるぜって。辛こだわ。こだわ。急いで今買ってきたで。あー、いやーもう悪いね。本当にもうこれで辛さ10倍20倍で30倍だね。足しちゃダメだよね。足してもいいの？いい？いいの？これでいいの？これでいいの？まだだね。あ、いいよ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 。大丈夫なの？いいよ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 。さ、アンコール改めやる。ああ、改めてアンコールありがとうございます。働きたくない。
かね、ライブハウスしたりライブしたりするの自粛しろとかいう中、こんなジャズフェス開催させていただいて、まあなんだかんだでできましてね、最後までできることやることができました。ありがとうございます。しかしこんなんでいいのかね。いいのかな。いいよね。これでいいよね。これでいいよね。そうそう、これでこれでこれでいいのだ。してなかったですよ。ニコニコな筋肉仲間を紹介してほしいかと、どうだろうか。紹介してほしいですよね。行きます。まずはギターとちょっとなんか鍵盤も弾いちゃってます、ミカリモリ。ギターミセ。メンバーでいいのか、いいのか、いいよね、いいよね、そう、これで、これで、これでいいのだ。これでいいのだ。
人生とは。でございました。はい、そして、ジャズフェス2020、合同練習会。公開したのこれ。そう、あの公開合同練習会、これで全ての演目は終了となりました。会場9時まで借りてんだけどね。セッションしよう、セッション。じゃあセッションやる今から。いやもうちょっとね体力的に私無理。来年、まあ分かりませんけど、またやるつもりではいます。それと今年、ジャズフェス出れなかった悔しがってるバンドとかグループいると思いますんで、まあもし年内にね、ちょっと収束したりしたら、あの出れなかった人たちとか、出たい人たち集めて、リベンジ的なライブができたらいいなとは思っています。はい、なお、ジャズフェス来年のエントリーはただいまから受付開始しますのでよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。せいじさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。え、なんかあの乾杯してあのゲームセンサーかぶっちゃうからできる限り乾杯してくれるとあの嬉しいです。でもね、あの無職になってて、あの再就職手当出たからね、まあある程度はまあいいかなとは思うけどね。生々しい、まあ、生活かかってるからね。ではあの皆さん体に気をつけて過ごしてください。記念写真撮らせて。あ、記念写真撮る。あ、記念写真、はい、集まって、はいはいはい、5人集まって。あ、我々いいんじゃない全バンドでもいいし。あ、じゃあとりあえずうちら4人撮って、ね、4人って言ったね。5人私抜かされて誰やヘルプはマイクが映っちゃうからこっち寄って。はい、可愛く撮ってね。可愛いよもう自分が